和をもってたっとしとする国日本。日本の心は和の心。みんなで手を取り合ってより良い国を作ってまいりましょう。日本の持つ本来の素晴らしさ、私たちの手でしっかりと取り戻してまいりましょう。この国が愛ある正論に満ちた国でありますように。皆様こんにちは、寺原清美でございます。本日恵比寿のスタジオにて寺原清美の日本を取り戻す、今回は本丸テレビそして本丸ラジオ同時公開となる予定でございます。どうぞまたいつものように最後までのお付き合いご視聴をよろしくお願いいたします。改めまして皆様こんにちは、寺原清美でございます。寺原清美の日本を取り戻す、本日恵比寿のスタジオから収録を行っておりますのが9月22日水曜日でございます。そしてこちらの番組の公開予定日が9月の26日日曜日となっております。今回はまた素敵なゲストの方をお招きをしておりまして、後半たっぷり今日は日本画の世界、それもかなり私が一度見て忘れられなくなった印象的な作風の日本画家の世界、西島豊彦さんをゲストにお話をお伺いをしてまいります。その前にですね、時節柄の話題5分から10分でピシッとあげますので少しお話をさせてください、はい、まずですねこちらをご覧いただけますか。これわかりますね。なんだかなんでこれ持ってるか、まあ、持ってる理由の一つ目、私が自民党員だから。で、持ってる理由二つ目、まだ誰に投票していいかわからないから、書けないから、もう毎日持ち歩いてるんです。で、なんか決定的なことがあってすっとこう来た時に書こうと思って持ち歩いてて、ただこれ締め切りがありますからね、9月27日までに投函と書いてありますから、やっぱ持ち歩きながら気がついたら28とか9とかやったらね、もう総裁選終わっちゃうんで、いい加減ちょっと決めようかと思っているところではございます。ただその中で一つ私がね考えていることは、今4人候補いますでしょ、4人いるんですけれども、やっぱりね一番見ててあちゃーと思うのは、まあ誰とは申しませんが、特定候補を推すあまりに他の候補に対する過度な罵詈雑言攻撃性、これはやめた方がいいかなと。そしてこれは先週の本丸ラジオでも申し上げておりますけれども、誰かを応援しているこの国会議員はね、その所属するグループとか会派によっては誰を応援してもいいよと、その代わり誰を応援したかは明らかにしろと、そういったルールの中で縛りを受けて活動をしている方が結構少なくないんですね。なので結果、私は誰々さんを応援します、誰々さんと子と共にします、まあ書いてますよ、皆さん意思表示してますよ。でこれをもってその方に対するこの人格評価とか、今後応援するのしないのね、そういったことに結びつけるような短絡なことはなさらないでいただきたいなと。というのは今回の裏裏から話を聞きますと、まあ自民党の国会議員の中でも1割2割いるかな、本当に危機として心からやるぞおーみたいなね応援活動をしている方どれだけいるだろうかと。他はやっぱりやむにやまれぬ事情があったり、本当にどうしようもない義理人情があって、それでまあ意思の表明という方が結構少なくないんですよ。そういうことが多いんですよ。で、そういうのを全部持ってして、こいつは悪い奴だ。ダメだ。やってたらこれ切りないですからね。大事なことは、みんな同じ大事な自民党なんですよ。自民党の国会議員なんです。ですから、私の思いとしては、もう29日、どうやっても結果は出ます。新しい総裁が決まります。そしたら10月には今度は新しい総理大臣が決まります。形が整ったら、あとはもうノーサイドで、みんなでまた心を一つに、この国難の時期、
より良い国づくりのために仕事をしていただきたい。これが一党員であり一日本国民の私の心からの願いでございます。なので、例えば今ネットの世界でね、この人がいい、それはいいんです。まだでもこいつはダメだ、どんなこと言ってもこういう観点もあるよ、こういうのもあるよ、いやダメです、こいつはダメです、絶対ダメです、思うのは自由なんだけど、それやっちゃう人ね、応援する人の足を引っ張ってるってこと、ぜひご理解をいただきたい。でね、はっきり申し上げて、そういう人がネットでどんだけ吠えてもね、評価はありませんからね。そんなことするんだったら、ご自分が応援する候補を応援している代議士等々のね、事務所にボランティアのお手伝いを申し出るか、あるいは差し入れに、それこそスポーツドリンクでも何でもいいですよ、持っていくとかね。その方がよっぽど有益で、誰も口つけない、みんなが幸せになると私は思っております。こんなことも一つの意見として参考にしていただければ幸いでございます。というところで、予定の時間そろそろ来ておりますので、次の話題に入ってまいりたいと思っております。ちょっとこうやって見てた方が見やすいでしょうかね。これね、これ綺麗でしょ。これはね、今年の7月かな、4月、ああそうですね、これ7月ですね、7月に私が日本橋三越の個展で購入した作品なんです。そしてこちらの作品を、これだけじゃないんですけどね、素晴らしい作品を数々生み出していらっしゃる作家さんが今日お招きをしました、西島豊彦さん、日本画家でいらっしゃいます。こんにちは、よろしくお願いいたします。こちらです、よろしくお願いいたします。そもそものご縁からちょっと私がお話をして、その後ご自身で自己紹介から、作風のこだわりとかね、あと今回10月にまたご展をなさいますから、そちらのこだわっている部分お聞きをしていきたいと思っております。そもそもの出会いが4月ですよね、はい、4月に、でその前段階がありまして、狩矢崎翔吾先生と華道家の先生、私ね、顔見知りで、いつも先生の個展ですとかね、イベント、よく行ってるんですね。で、世界蘭展、蘭の花が東京でもね、だーっとこうね、展示をされる、すごい展覧会ありまして、そこ私、毎年行くんですよ。で、ちょうど今年も無理かなと思ったらありましてね、そこに行って、そこに狩矢崎先生の作品が展示をされていて、そしてサイン会もあって、その時に、今度4月には、日本橋三越で、個展というかね、日本画家の方とコラボで、会をしますから、いらしてねって言われて、私は先生のそういう機会は、ほぼほぼ解禁なので、わかりましたって言って、その時が多分ね、西島さんの名前を伺った最初なんですよ。はい、で、日本画家と、華道家、要するに、聖火と絵画のコラボ、これあまり聞いたことないんですよね。で、先ほどね、西島さんにお聞きしたら、これは結構タブー視されてる、タブーなんですか。そうですね、とお聞きをして、ああそうなんだと、じゃあ分かんないわけだと、そのぐらい珍しい。で、そこに日本橋三越に行きましたと。そしたら今この並んでるね、作品がずらーっとあるわけですよ。で、そこにご自身が在留されていまして、で、これはですね、未来の花なんです。花の設計図です、分解図です、ロボットです。なんか、日本がこれはなんか、物理、科学、生物、何これ、理系なんだみたいなね、不思議な独特の世界で、でもこの美しさに私は一瞬で引き込まれてしまったわけです。これが最初なんです。で、私いつもね、だって初日とかその2日目ぐらいに伺って、気に入ったものは皆様にご案内をしながら、期間中にもう一回は行くんですよ、普通は。ところが、行かれなかったのよね。なぜか。なぜ行かれなかったか。というのは、後半2日間。コロナですよ。コロナでもって。あれ、マンボウ緊急事態。緊急事態宣言ですね。で、緊急事態で、はい、休業ですよね、デパートが、ね、はい、休業になって、結局あと2日を残してそのイベントはもう終わっちゃったわけですよ。強制終了、これも終わっちゃったんです。で、なんかこの私も
消化不良の思いが残ってね、え、なんでなんでと思ったわけです。そうしたら7月に入って、でその4月の段階でインスタのフォローはね始まってね、で奥様ともフェイスブックでつながったりとかして、SNS で作品とかね動向を伺うことはできるようになってました。そしたら今度は7月にもう一回日本橋三越でやります、リベンジですとおっしゃって、よしと思って、そこはもう私初日に自分、あとは友人を連れても伺ってますね、はい、でそこでいただいたのがこちらの作品ボタン、綺麗ですよね。でこれもね結構大変でね、もうどれもいいんですよ。これが100を超えるねすごい数展示されて、ずらーっと並んでるんで、本当にねここから一つを選ぶ、これねなかなか難しいですよ。選ぶのに1日2日かかって、かかってるうちにあれ決まっちゃったみたいな、他の方にそういうことがあったりして、本当に難しい作業くらい、どれをとっても素晴らしい作品で、今日はこの小型のねこれ中心に並べていただいて、実はこれは意味があってたくさんたくさん展示されてるんですけども、その他にもちょっと大型の作品もお持ちいただいてまして、このあたりから徐々にご自身で自己紹介を兼ねてのお話を伺っていきたいと思います。ではちょっとマイクをお出ししますので、まず自己紹介から、はい、やりづらかったらマイク取ってくださって、あ、はい、わかりました。はい、はじめまして皆さん、日本画の西島豊彦と申します。よろしくお願いいたします。今お話ししていただいたように、狩矢崎先生のおかげでこういう出会いをいただき、で今回またそのつながりを持って今回お呼びいただいて、このような機会をいただきました。本当にもう感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。今回、10月2日から、17日まで、個展を行います。ただ日本画の個展というだけではなくて、実はディスレクシアという読み書き困難な子たちの支援を兼ねての展覧会になります。実を言うと私の息子は今中学2年生なんですけれども、小学校2年生の時に自分の服をこうハサミで切ったりとか、頭を自分で叩いたりする、そういう仕草がありました。ちょっとおかしいなと思って病院に行ってみると、今お話ししたディスレクシア、読み書き困難であると、読みと書きができない。でその息子の姿を見て、あれ私も小さい頃同じような悩みがありました。それでちょうど4年ほど前に私自身もディスレクシアだということを知ることになります。海外ではトム・クルーズさんとかスピルバーグさんとかジム・キャリーさんとか、なんかそういう方が公表されてますけれども、要は私の場合で言いますと、文字が例えばつくし、春にこう咲くつくしっていう文字があったとしたら、普通の人は皆さんつくしと3文字読めると思うんですが、私とか、まあ、息子なんかつぶ読みといって、通を読んだ後、空へ行く。空行った時点で、通がもう全く記憶から消えてってしまう。ということは、結局文章が全く分かってこないというような、そして読むスピードも、あ、い、うというぐらいのスピードなんです。ただ、実際見ていただくと、本当に普通の子と同じで、何かそういう障害があるというふうには思わない。で、日本では大体 7% ぐらいそういう子たちがいるというような、調べがあるんですけれども、例えば息子は小学校1200人の全校なんですが、うちの子だけなんです。ということは1200人、まあ、7% というとクラス、まあ、30人クラスで2人ぐらいは本来そういう子がいる可能性がある。でも1200人の中でうちの子だけということは、もしかすると先生の認識が薄い、
または親も同じように認識が薄いとか隠してる、そういうようなことがあるかもしれないとなると、結局一番困るのは子供だということになります。なんとかこの子供を、見た目わからないというこの状況をなんとか打開して、ディスレクシアというものを知っていただきたいし、そしてその上で、未来のこのディスレクシアの子たちに何か支援できないかというふうに思いました。その中でイベントとかをしてたんですが、コロナの状況でなかなか進まないということで、それならばやはり日本画家なので絵を描いて、その絵を販売の中から何割か基金、西島豊彦募金という形を作って、東京に20周年になるんですが、 NPO 法人のエッジという団体があります。そちらの方にお願いをして、簡易なテストを作ってほしいと。やっぱり結局誰もわからないでは困るので、小学校すべてに簡易なテストを送りたいと、そういうために寄付金をしたいという形で、この10センチ ×10 センチの作品、この作品が募金のための作品になっております。で、どうしましょうかね、作品の内容とか入ってもいいんですか？どうぞどうぞそうですか、すみません。それで、まあ、あのこの10センチ ×10 センチのテーマというのは、150点ぐらい作品出品するんですが、これすべて子どもたちの顔だと思ってほしいんです。子どもたちと接することによって、私は大きなものを勉強させていただきました。それは違いの美ということです。人種にしても何にしても、人それぞれ違いがある、それを認める社会が一番素晴らしい社会だというふうに感じております。だからそれぞれのこの花ではありますけど、子どもたちの顔が違い、そういうものを皆さんにこう受け止めてもらいたい。オリンピックでもお話がありますけど、多様性というものをテーマにした作品になります。作品自体はパネルに和紙を貼って金箔を貼ってます。そして私は日本画家ですけれども、さまざまなものに挑戦を繰り返してます。例えば漆をしたり、また自分で木から育てて和紙をすいてるんですが、模様の和紙をすいております。これクジャクの羽です。こういう和紙を貼った後に日本画で描いております。今度展覧会10月2日からありますけれども、麻布の江夏画廊さんで行います。そのところではこの和紙を使ったロボット、和紙ロボットのクジャクも出品します。日本画、現代美術、ロボット、さまざまな多様性の展覧会になりますので、ぜひ、お越しいただければと思います。イベントとして10月2日と10月10日にイベントがあります。10月10日は絵について私がお話ししたいと思いますが、今のコロナのこの状況の中ですので、予約制で10人までとなっております。もしよかったら、申し込んでいただければと思います。江夏画廊の方、または私の方でも受付させていただきたいと思います。そのうちの1点、ちょっと作品を持ってきました。これはすごい日本画で絹に描いております。そして2層になってますが、ちょうど今の季節の彼岸花ですが、2層になってるということは5ミリぐらいの空間があって、こうふわふわふわっと丸く光ってるのが奥の方で、花自体が手前です。要はその5ミリの隙間というのは空気なので、
空気そのものを絵の中に閉じ込めたいという思いで、こういう作品、新たな作品もあります。非常に古典的な技術をで表現しているものから、本当に和紙ロボットで羽を広げたり、7分間羽をわさわさしたりというような動きあるものですので、どうぞお時間があればお越しいただければと思います。ありがとうございま す, います。私も何をしても万難入ってスケジュール作って、必ず10月にはお伺いしたいと思ってますし、こちらのリンクとかそういうのは全部後ほど私 の, 番組の案内の時にコメント欄に貼ったりとか、いろいろな形で皆様にお伝えをしていきたいと思っております。この和紙に関してもやっぱりこだわりがすごいですもんねすいません。あと墨絵もありましたもんね。そうですね、はい。だからそういうのがいろんなパターンがあって、いろいろこう楽しめるから、それが奥深くてすごいなと。ありがとうございます。で、やっぱり木からね、和紙を育てるところから、で自分でその木を伐採して、だから実はこの単なるアートじゃなくって、やっぱりその森林の問題、自然環境の問題、いろんなものがこの作品ね、この小さいのにももう詰め込まれてると、そう考えてると本当に奥が深いですよね。ありがとうございます、うん、とても褒めていただいてもう光栄です。ありがとうございます。今度はだから誰と一緒に行こうかなみたいなねそうで、一回これを紹介するとみんな行きたがるんですよ。この前も友達がやっぱり 5,6 人実は行ってます。で今度はだって道くん行くでしょ。はい、行きます行くよね楽しみです、うん、そう、やっぱりねこれ見てくれるとみんな不安になるんです。で不安になるだけじゃなくって、こう芸術っていうのはね、私よく申し上げるのは、ただああ綺麗楽しい美しい、まあアートにしてもね、エンタメにしてもだけじゃなくって、この日本古来からあるもの、これをきちんと基本を踏まえながら、その空気を閉じ込めるとかね、あとはそのロボットがとかね、新しい方向にどん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 ね、発展をしながら、でもその根底にはやっぱり本来の日本画のベーシックな技法があって、というところを日本人が応援して守っていく、ここに私すごい意味を感じていて、その文化を守る、文化をきちんと守って、そして日本人が応援して一定の作品を日本に置き、日本人が周知徹底したその前提の先に海外の皆様にこれをめでていただいて、さらにご愛用いただくというね、そのステップが必要なんじゃないかと。そうしないとどん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 その文化がただただその流出して、日本には何にもない空っぽになっちゃうような気がするんですよ。なのでこういう日本人のいいものを見ると、私はね今積極的に応援をしたいと、さっきの応援団とおっしゃってた、はいはい、それが一つの今私にライフワークになってますね。だから今こう見てもらっても、今日は楽曲のことこれぐらいですよ。これはバンクリだけど、マギーだしミキモトだしね、もう本当に日本のもので、アートも海外で素敵なものたくさんあるの分かりますよ、分かるけど、今はなぜこの日本人の作家、日本人の方による日本の文化をきちんと守っていく、そしてこれをね手にして愛してくださる方を増やすのと同時に、一人でも二人でもいいから同じように後に続きたい、そう思ってくださる方が後継という意味に出てくると、こんなにいいことはないか、どうでしょう。はい、ありがとうございます。そう思うんです、はい、やっぱり我々も年代的にね、そこを考えないとならない段階に差し掛かっていることが現実あるので、そこまで考えて、本当に今回も10月の2日から一人でも多くの皆様に、でこういったね発信によって、意外と西島さんいろんなチャンスをつかんでらっしゃるからね。さっき実はね、この収録始まる前に初めて私伺ってびっくりしたのは、狩矢崎先生ってもともとの教えじゃないんですよね。そうです、はい。半年前なんでしょ。そうです、三越の、はい。もう本当にこのコロナの状況というのはもう本当もう2年にわたって続いてますけれども、ただただ日本画の作家だから日本画の展覧会をするということではなくて、狩矢崎先生と一緒にやれば花の祭典になる、
そしてあの先生のあのバイタリティがあることで、ものすごくこう見に来てくださる人に勇気を与える、力を与えられる、そういう展覧会をやりたいと。先ほどのタブーという話を乗り越えて新しい挑戦をしていく、今言われたようにまた若い人が次へ次へと新しい文化をまた作っていっていただいたらいいかなと思っております。だからそれで連絡をしてつながってっていうね、だからそれはもうポンと連絡ができる西島さんもすごいし、でそれに対してね、あらいいじゃない、乗れるね狩矢崎先生がまたすごいなと私は思っていてね、まあ、両方のやっぱりパワーと柔軟性ですよね。それによってあの素晴らしいコラボが生まれたと。でご縁ってやっぱりこんなものなのかなと。で今日私がこれをね、10月2日から麻布ですよ、皆さんどうぞと、特にねこの麻布にお越しいただける距離にお住まいの方どうぞと申し上げるには理由がありまして、実はこの裏話をしますと、この本丸テレビにどうですかっていうのは実は7月ぐらいからねお話をしてますよね。で今回この日程を確保しまして、西島さんから寺原さんこれどうでしょうかと、総裁選があって忙しいのにこの時期いいんですかって言われて、いや予定通りやるよ。でなぜかっていうと、コロナ考えてみてね、1年前、もう1年前の予定では今頃は我々はマスクも外し日常が戻ってきていると最初言われていたんです。それが今こうでしょ。だから落ち着いたらって全てを止めているといつできるか分かんないんです。そういう意味で興味を持ったことはできる範囲で今やりたい、会いたい、ここ試したいと思ったら、それもできる範囲で今、先延ばしにしない、未来は希望は持つんだけど過信はしない、これがこの時期すごく大事なんじゃないかなと、そんな風に私思って今日は無理言っていらしていただきました。いやいや、ありがとうございます。そろそろもうあと1分で、すごい早いですね今日はね、本当に早くて、でもすごいいい時間でした。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。寺原清美の日本を取ります、今週以上でございます。最後までのご視聴本当にありがとうございました。西島さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。コロナまだまだ続いてまいります。どうぞ皆様ご自愛の上、ご無事でお過ごしくださいませ。そして一つでも二つでも興味を持った気になること、できる範囲で今すぐに一歩を踏み出してみませんか。ありがとうございました。失礼いたします。